いっす。はい、それでは始まりました、元町映画館でね、これからの近日上映作品を紹介することですね。来週の、土曜日からの1週間の、はい、おすすめ作品を一つピックアップして、はい、紹介していこうという、なるほど、5分間ぐらいの動画なんですけど、ちょっと皆さん我慢してもらいたいですね。はいはいはい。じゃあちょっと番組名、じゃあちょっと先合わせたんで一緒に言いましょうか。言うた。じゃあ言いますか。はい、はい、僕がちょっと考えたんで、じゃあ僕言いたそうな一言をちょっとかぶして。あ、わかりました。シンプルにアルファベット、あ、英語で何々何々なんで、はい、いきますね。いきます。せーの、シネマ広間、ありがとうございます。シネマ広間第1回です、ありがとうございます。シネマ広間、シネマ広間ということなんです。ダサいきなり第1回目タイトルダサい効果が始まる、ま、2回目からはチャンネルちょっと変わってるかもしれないですけど、なかなか教えてくれんかったのに、うん、ちょっとシネマ広間っていうこのダサさで今回は勝負しようかな。溜め込んでたワードは、うん、これがどうしても自分のね、あのヒロっていうのを入れたくシネマ広間っていう人なんですけどそういう意味が、次あの斉藤君の下の名前出てくるかもしれないですけど、じゃあ早速近日上映作品、そうですね、来週、はい、今日のね、今回第1回目 の、 撮あの紹介する作品なんですか、斉藤君。じゃじゃん、はい、100円の恋。なるほど、100円の恋ということでねこれ一応僕のね、はい、宣伝担当作品で、そうなんですね、なんとね、初回1月17日には安藤サクラさんが舞台挨拶来てくれて、元町映画館異例の150人の行列を作ったという作品になってます。たまりました。たまりましたね。その作品がいつまでやってるんですかね、はい、こちらは2月の13日までということで、とうとう、土曜日からですね、最後の週に入るということで、うん、お見逃しのないようにという感じなんですけれども、ど、見どころはどういうところなんですか。見どころ、そうですね、やっぱ安藤サクラのノリに乗ってます確かにキネマ旬報で主演女優賞取って、はいはいはい、でこの100円の恋もキネマ旬報第8位でしたかね、確かね、はい、で 0.5 ミリという安藤サクラさんの10日のまたやりましたけど、その作品がまた3位とかで取って、 で、はい、で主演女優、まあ、安藤サクラさんが取ったという作品で、うん、もう前々から評判高くてですね、はい、もう関東の方では常に満員で、はい、でうちでもね、もうかなりの公衆動員をね、まあ、記録してるわけです。そうですね、もういやらしい話、いやらしい話、金儲かってます、僕ら助かってます、助かってますまあそれでまあ安藤サクラっていうね、まあ、30手前の、まあ、はい、アラサーみたいな感じの女性が、まあ、はい、どん底に落ちてて、そこからまあボクシングに出会って、はい、自分の中で一つの蹴りをつけようと、ボクシングで勝利することを目標に、まあ、なって、まあ、一応サクセスストーリーみたいな話になってますね。あ、そうなんですね。見ましたか、最後。僕まだなんです、まだ見てないまだ紹介しようとしてるのにまだ見てないの それ一番ゾッとするけど、そうなんですね、それまだ這い上がれてないから早くクリープ5がね、クリープハイプっていうのがね、はい、あれはね、108円の恋っていう主題歌が絶妙のタイミングで流れるんですけど、まあ、そこも聞いてないっていうことだよね。そこも聞けてないです、名シーンなんですか。なるほどね、まあ、まあ、1月で一番見てもらいたい作品やったんですけどね、1月で、あ、まあ、2月に入ってしまって、もう13日まで、はい、しかもこの時間がね、皆さんありがたい、20時10分からね、レイトショーですからね。レイトショーには10日何やるんですか、サービスで。あれやな、あれあれ、夜ペア割っていうのがありましてね最終回の上映で来てもらうと、はい、なんと2人で2200円になりますね。お、一般やったらいくらいでしたっけ。一般は1700円で、かなりお得になってて、さらにまだ、はい、まあ、これ毎週あるんですけど、火曜日と水曜日、火曜日はレディースで、水曜日はメンズで、メンズであって、それぞれ1100円でご覧になりますので、ほうほうほう、この週にね、ぜひ100円の声見てない方はね、やっぱ見てもらいたいですね。じゃあこの1週間どの曜日に来ても、2人やったらもう1100円なんですね。2人やったらお一人が、まあ、1100円で、2人で2200円になるんで、ぜひ。それはお得ですね。これだから見てない人は結構波に乗り遅れてる感じはぶっちゃけね、あるしね。で、安藤サクラっていう人知らんって言うと、ちょっとミニシアターとか映画館好きとしては、はい、みたいな、そこまで言っちゃいますか。僕も安藤サクラ推しとしてはね。ちなみに今回安藤サクラさんの歌声はないんですけど、最後に斉藤君が1曲歌って締めたいと思いますお願いします。痛い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 、こんな感じで1回目
動画終了しますけど、2週目もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。